龍が如く5やっていきましょう。おかしなもんですな。もっと早くこの決断ができていればこんなことにはならなかったのに。告発文です。明日の新聞の一面にこの手記が掲載される予定になってます。もう終わりにしましょう。それが私たちにとって一番の。最終部。第一章。伝説の帰還。東京神室町。情報を集めろ。つけられているか。まあいい。久しぶりのカムル町だ。町の様子を知りたい。ニューセレナに行ってみるか。キリュウさん久しぶり。相変わらず襟立ってんな、キリュウさん。やっていきましょう。ニューセレナね。いいね、この全力の走り方。ここだね。ここじゃねえや。こっちか。ルスカ、まだ営業してないようだな。スターダストに行ってみるか。オッケー。ちょっといいか。カズキか、ユウヤいるか。キリュウだと言えばわかるはずだ。あ、オーナーも店長もまだ来てないんすよ。すいません。そうか。カムル町は久しぶりでな。最近街の様子はどうだ。いや、それなんですけどね。ここのとこヤクザを見かけてないんですよ。それが変だなって。ま、いつも店長が追っ払ってるんですけど、それが最近ぱったり来なくなって。登場会か。どうかしました？いや、時間を取らせたな。うっす。そろそろ相手をしてやるか。第三公園向かいの空き地なら誘い出しやすいだろう。下手だな、ピコ。ここ？取れたよ、例の予約。カムル町ヒルズの？マジで？あのレストラン超人気なんでしょ？えへへ。トミコちゃんのためなら僕。やばい、超楽しみ。あそこのレアステーキ肉汁やばいらしいじゃん。絶対 600g 食うわ。食いすぎや。肉食系女子さすが。そうだね。違うだろ、意味が。肉食系女子って。カムル町ヒルズ、完成していたのか。さあ、こっちだね。違うか。こっちか。ここか。俺をつけていることは分かっている。こそこそしてねえで、出てきたらどうだ。やはりお気づきでした。ババちゃんね。さすがです。キリュウカズマさんですね。お前はどうして俺をつけていた。ある人から
あなたが東京に現れると聞いて待っていました。何？福岡でのご活躍も聞いています。たった一人で青山会長代行の計画を阻止したとか、堂島の竜は健在といったところですか。その口ぶりじゃ森永の手下ってとこだな。手下というよりは協力者という方がいいかもしれませんね。自分と彼は杯を交わすような間柄じゃありませんので。つまりお前は東条会の人間ではないと。ええ、同じ目的のために集まった同志といったところです。キリュウさん、一つ確認させてください。なんだ？東京に来たということは、この一件あなたも関わる覚悟ができたと考えていいんでしょうか？答える必要はない。その様子だとすでに決意は固まってる感じですね。安心しました。どういう意味だ？いや、真島組長が死んでなおあなたが福岡から動かないようなら、いろいろと計画を修正しなければならないところでしたからね。真島はお前たちが殺したのか？さあ、仮にそうだったとしたらあなたはどうしますか？ここでお前を倒し黒幕の居場所を吐かせるだけだ。わかりました。ではあなたの決意が口だけではないということ、その拳で証明してみせてください。ババちゃん、堂島の竜によくそんな口聞けんな。行きます。その決意確かめさせてもらいます。痛い目見るの分かってんのによく挑むな、ババちゃんも。やっちゃいましょう。はい、OK。鬼強。やはり伝説の極道の名は本物ですね。お前が口を聞ける程度に手は抜いたつもりだ。早いとこお前の知っていることを喋ってもらおうか。やっぱりか。あなたもあの人と似てますね。西島だね、うん、あの人。ええ、西島の兄貴のことです。西島だと？どういうことだ？お前西島を知っているのか？あなたなら私たちの計画を止めることができるかもしれない。ご無礼をお許しください。桐生一馬さん、私馬場茂樹と言います。挨拶はいい、早く話を聞かせろ。わかりました。今あなたが巻き込まれている事件の裏、森永がやろうとしている計画、その全てについてこれからお話しします。少しの間お時間いただけますか？ああ、いいだろう。その前に場所を移してもいいでしょうか？できれば内密に話ができるところだと助かるんですが。逃げるつもりじゃないんだろうな。俺は一度札幌で西島さんに頼んで見逃してもらっています。ですから西島の兄貴の恩義に応えるためにも、これ以上逃げる人生を選択しようなんて思いません。西島とどういう関係なんだお前？ね、その辺も含めお話しします。今はひとまず場所を変えましょう。桐生さんにゲロったことがバレたら俺の身が危なくなりますね。そうだな。ゲロったってすぐ近くにあるニューセレナという店なら顔が利く。そこでなら人に聞かれることもないだろう。わかりました。それじゃあそこに行きましょう。行こうか、ニューセレナ。さあ裏を聞きましょう。ここだ。なるほど、もう入られますか？もし用事があれば俺はここでお待ちしていますけど。用事は済んだ。
いや、お前の話を聞くのが先だ。わかりました。では入りましょうか。ごめんなさい。お店まだなのよ。あら、キリュウさん。久しぶりだな、ママ。ちょっと内密な話がしたいんだが、場所を貸してもらえないか。そんな水臭いこと言わないで。せっかく久しぶりに来てくれたんですもの。今日は貸し切りってことにしておく。ママ、すまない。ありがとう。何か飲む？いや、大丈夫だ。そう。じゃあ私は奥にいるから、何かあったら呼んでね。ああ。それじゃあ、お前の話を聞かせてもらおうか。はい。それじゃあまず森永が描いた絵について説明しましょう。今さら説明するまでもないことかもしれませんが、現在東条会と近江連合は全面抗争の危機を迎えています。大吾から聞いた。五部の杯を交わしていた近江連合の七代目が病気で余命いくばくもないと。ええ、七代目が亡くなってしまえば東西で戦争が起こるのはほぼ確実です。それで東条会は焦って福岡、札幌、名古屋の極道組織を味方につけようと幹部陣が各地へ飛ぶことになりました。名古屋には若頭補佐の安住、札幌には真島さん、そして福岡には堂島会長が。そして大吾は福岡で行方不明となった。会長代行となった青山、それに森永の裏切りによってな。そうです。当初の計画では堂島会長は山笠組の斑目と共に殺されるはずでした。しかし計画は失敗。堂島会長と斑目を取り逃した青山さんは勝手に計画を変更しようとしたんです。計画の変更？ええ、青山さんは堂島会長がいない隙に東条会を乗っ取ろうとしたんですよ。しかし青山さん、それに森永の本当の使命は東条会を奪うことではなかった。むしろその逆、東条会を売ることだったんです。売る？まさかその相手ってのは。そう、近江連合です。青山、森永は最初から近江連合に買収された人間だったんです。そんなことが。彼らの目的は2つ。1つは堂島会長に真島さんら現東条会幹部の暗殺、そしてもう1つは俺か。ええ、あなたや西島さんといった今組織から離れてる人間を監視し東京に連れ戻すことにありました。理由は1つ、あなたたちを東京に集めて殺すためです。どうしてそんな回りくどいことを。殺す必要があるならわざわざ東京に集める必要などないはずだが。東京じゃなきゃダメなんですよ。近江連合にとって東条会は二人の伝説の国道とイコールなんです。堂島の竜と呼ばれた桐生一馬、それに18人殺しの国道西島大河、その二人の首を取ってこそ手に入れられる大門なんです。つまり近江は俺たち二人を東京で殺すことで東条会を名実ともに手に入れるつもりだと。はい、近江の狙いは神室町の島だけじゃありません。3万人と言われる東条会の兵隊全てを手に入れたい。無傷のままでね。そのためには全面戦争を避け最も効率のいい方法で手に入れる。あなたたちはそのためのキーマンだということです。ということは西島もすでに東京に向かっているということなのか。おそらくは。刑務所から連れ出すところまでは私もご一緒できたんですが。西島とお前の関係は。随分奴のことを知ったような口ぶりだが。ええ、一緒に脱獄しました。もちろん
私はそうするように仕向けた側の人間なんですが。そういうことか。私は青山が森永と同じ立場、近江の指示に従って動いている人間です。私の役目は西島さんを脱獄させ、真島さんの死を追うように仕向けることでした。結果西島さんは脱獄、計画通りにことは運んでいたんですが、途中いろいろあって俺は西島に心を動かされたってところか。その通りです。俺は西島さんに惚れてしまった。だから今こうしてあなたに全てを打ち明けているということです。それでこの事件の黒幕は誰なんだ。近江連合といっても若頭の渡瀬はそんなことを知ってるような態度には見えなかったが。それを説明するには近江側の事情も説明する必要があるでしょう。跡目争いのことか。そこまで知っていましたか。そうです、七代目の既得が伝えられてからというもの、近江連合内では三つの二次団体による跡目争いが激化していたんです。大阪北を拠点に組内最大の武闘派集団を組織する若頭渡瀬組組長渡瀬勝、兵庫に地盤を持ち七代目の信頼も厚かった若頭補佐高千組組長高千尋氏、そして大阪の南で参拝処理などで巨万の富を築き上げた本家本部長大阪工業の会長勝谷直樹、その中でも最も跡目に近い人物として見られていたのが若頭の渡瀬勝です。だが渡瀬はこんな狡猾な絵を描くような男じゃない。それに高志という男も確か名古屋で死んだはず。となると残りは一人。ええ、今回一連の騒動、私や青山、森永を使ってこの絵図を描いていたのは。西島も来た。どうした、感慨深そうだな。ちょっと待っとけて、ずいぶん長い用事やったんやな。悪い悪い、ちょっと組織内でごたごたがあってね。まあいわゆるうちわもめってやつだ。府警内部でか。まあ長いこと事件追いかけてると途中で青臭いこと言って抜けたがるやつが一人や二人必ず出てくる。その後始末さ。夢がどうだのこうだの、いい大人だっていうのにバカバカしい。俺が逃げ出したらどないするつもりやったんや。まあそん時はそん時、警視庁に頭下げてローラー作戦でもかけりゃ済む話さ。分かっとらんようやな、この町の深さが。一度地下に潜ったら最後、警察がいくら探しても見つけられん場所もあるんやで。神室町地下街逃げ水道、それにこの下にある西の河原のことだろう。お前の逃げそうな場所ぐらい分かってる。あんまりなめるな、警察を。で俺は何したらいいんや。警察の代わりに森永を探してもらう。森永を。ああ、福岡での事件後、森永が東京に帰ってきたところまでは府警の方でも足取りをつかんでる。だがその後の消息がわからない。東城会本部には戻ってへんのか。ええ、一応会長代行だった青山に手をかけたんだ。今の森永が東城会に戻れるはずもない。そしたら森永はどこに。だからそれを探すのがお前の役目だ。奴がこの町に潜伏しているのは間違いない。だが東城会からも命を狙われる男が潜伏する先といえば地下っちゅうことか。ああ、
おそらく森永は地下に潜伏し、事件の黒幕に接触する機会を伺ってるはずだ。今警察の人間が地下に潜れば、森永が警戒して再びどっかへ姿を隠す可能性もある。だからお前に探ってほしいんだ。知り合いか。今の車に乗っていた男、近江連合の大物だ。近江やと？それにしては堅気みたいな身なりしとったな。勝谷直樹、45歳、元役者で今は大阪にある大阪芸能という芸能事務所の社長をやってる男だ。だがその裏で現役の近江連合の直参、大阪工業の会長という顔も持ってる。容姿端麗で紳士的、世間的には青年実業家として名が知れているがな、今近江連合で最も八代目の座に近いと言われる男だよ。勝也か。どっかで聞いたことあるような名前やな。知ってるのか。いや、せやけどなんで近江の男が神室町に。さあな、奴は表の顔がある分自由に各地動くことができる。表の家業の用事なら何の問題もないんだが、一応調べておく必要がありそうだな。どうする？俺は森永と勝也、どっちを追えばええんや。勝也のことは俺が調べる。お前は予定通り森永を追ってくれ。分かった。明日またこちらから連絡する。それじゃ。まずは森永に関する情報を集めるとしようか。情報を集めるならあそこが一番や。才の河原ね。確か児童公園のマンホールから地下を通って行けたはずや。行こう、向かおう。なんだ、いきなり誰だ。ああ、ワークス神山ね。はいはい、了解、行きましょう。さあ来ました。ああ、なんだ、じゃあそこじゃねえよ。ここは？俺がこの前まで師範をしていた育ち道場や弟子の連中や道場主の育ちにも最近会っとらんな。今度会えるのはいつになるかわからん。挨拶だけでもしておくか。育ち道場参加状。一つ、今日できることは最悪明日までにはやる。一つ、今日できることは最悪明日までにはやる。二つ、明日までにできなかった場合は明後日までには絶対やる。二つ、明日までにできなかった場合は明後日までには絶対やる。クソどうでもいいわ、参加状。ん？佐江島さん。お久しぶりで、佐江島さん覚えてますか？育ちですよ、育ち。道場師範してもらった際はお世話になりました。久しぶりやな、育ち。なんや、弟子も行さんおるやないか。はい。佐江島さんに強い弟子を育ててもらったおかげで、道場の評判も上がりまして、門下生も増えてなんとかやっていけてます。月謝収入も増えてお金もちょっと儲かるようになりましたよ、ギヒヒヒヒ。下水な。毎日焼肉です。知らんわ、それは。ちゃんと野菜も食えよ。まあ、経営が順調なのはいいことやな。積もる話もありますし、立ち話もなんですから、お茶にしましょう。ちょっとならお時間いいですよね。おう。そうか、いろいろあったんやな。いい、佐江島さんに育てていただいた5人の弟子は、今はみんな独り立ちをして、それぞれのフィールドで活躍しています。離れ離れにはなっていますが、全員ちゃんと格闘技は続けてるみたいですよ。そうか。それはよかった。育てた甲斐があったってもんやな。いい。そうだ、佐江島さん。
よろしければうちにいる新弟子たちに稽古をつけてもらえませんか。いい、聖島さんと拳を交えることでかつての弟子たちは驚異的に成長しました。今いる新弟子たちにも聖島さんの教えと熱意を叩き込んでいただければきっと成長の糧になるのではないかと。西島師匠、ぜひお願いします。しゃあないな。じゃあ一回だけやで。優しいな。よし、みんな準備してちょんまげ。立つわ。その下顎のヒゲ掴んで思いっきり下にギューンやりたいわな。はい。さあ、始めますか。なんや、お前も戦うんか。はい、いい。私もいつまでも弱いままじゃ示しがつかないですからね。それに今の私は昔の私とは一味違いますよ。舐めてると怪我をすることになるかもしれません。おう、それは楽しみやな。本当に楽しみです。お互い手加減はなしですよ。誰が言ってんだよ。おう、全員まとめてかかってこいや。よっしゃ、行くぞお前ら。聖島の野郎に一泡吹かせたるで。吠えるな。よう吠えるな。え、あ、は、はい。ふざけた構えしやがって。一発じゃねえか、要は。弱パンチ一発で倒れたぞ、今。はい、OK。くほー、さすが聖島さん。相変わらずお強いです。最近ちょっと鈍ったけどな。どうや、勉強になったか。はい。結構ありがとうございました。さてと、じゃあ俺は帰るわ。え、もうですか？もっとゆっくりしていけばいいのに。友達に誓うわ。あまり時間が残っとらんからな。なかなかそうもできんのや。いや、こっちの話や。気にせんで。ほな、元気でな。はい。西島さんもお元気で、いつもここにいるんで、ちょくちょく寄ってください。弟子たちも喜びますし。あ、もしよろしければ、また師匠をやってもらっていい？いや、そりゃできん。今度ここに来れるのもいつになるかわからん。お、え、どこかに行かれるんですか？まあ、そんなところや。じゃあな、今度俺が来るまでにこの道場を潰さんようにな。もちろんです。私も強くなって、もっと、もっといい道場にしてみせますから。まあ、勝手にやっとき。西島さん、いつかまた会えますよね。ああ。西島さん、絶対来てくださいね。首を洗って待ってますからね。さ、思ったより経営も順調そうでよかった。これなら当分この道場も安泰やろな。今度いつ会えるかわからんが、それまで道場を潰さずに頑張れよ、育ち。経験値もらえた。じゃあ入っていきましょう。ここや。マンホールから地下に潜ってサイの代わりに行けたはずや。有効。進んでいきましょう。よいしょ。行きました。ここは相変わらずやな。花屋の屋敷はこの奥だったはずや。うん、行きましょう。久しぶりだな、西島。西の花屋、相変わらずのようやな。そういうお前さんの方こそ相変わらず厄介な事件に巻き込まれているようじゃないか。沖縄に続き網走まで脱獄してくるとはな。あんたのことや。俺が脱獄してまでここに来た理由もう分かっとんのとちゃうか。まあ見当はつく。今全国各地で起きている極道関係の大騒動、そしてそれに絡んで殺された真島五郎の死の真相について探っている、そんなところじゃないか。話が早うて助かるわ。
せやけど犯人の目星はもうついてんのや。ほう。登場会で大吾の護衛を雇った森永っちゅう男を追ってるんや。ほう、森永か。何日か前に福岡から神室町に戻ってきて潜伏してるらしい。森永の居場所を教えてほしくてここに来たんや。ただでとは言わん。何か情報があったら教えてくれ。ふん、面白い日だな今日は。実はもう一人来ているんだ。森永の行方を教えてほしいと言ってきた男がな。一体誰や。それは教えられねえと言いてどこだかな。今日は特別に教えてやろう。ついてこい。地下闘技場はわかるな。知りたければそこに来い。花屋はさ、インナー着てほしいよな。地下闘技場か。サイの河原の中にあってな。行きましょう。やり合えっちゅうことね。どうぞこちらへ。あいつだ。あいつは生きてたんだね。誰やあいつは。森永の舎弟で一緒に堂島大吾の護衛をやっていた相沢という男だ。森永の舎弟。ああ、あれが実に面白い男でな。兄貴見つけるまで死ぬわけにはいかねえんだよ。あかん、お前に死ぬであいつ。死んじゃいねえぞこの野郎。くんなら殺す気で来い。そんなことがあったんか。ええ、俺は森永の兄貴に捨てられたんです。それだけじゃありません。兄貴にはたくさん裏切られた。あれだけ真剣に堂島会長を助けることだけを考えて頑張ってきた兄貴がどうしてあんなこと。
お前ほんまに森永が何しようとしてたか聞かされてなかったんか。はい、兄貴が山笠組本部で青山代行に撃たれた後、俺は桐生さんに指示されて兄貴を病院に連れて行ったんです。手術が終わるのを待って翌朝病室を訪れたら、重体だったはずの兄貴はもう姿を消してました。俺宛ての置き手紙を残して、まあ殺さなかったんだ。手紙、東京に逃げろとだけ書いてありました。でも自分には全く意味が分からなくて、兄貴を探して福岡の街をさまよっていたら、翌日青山代行が死んだという噂を耳にしました。しかもその青山を撃ったんが森永やと。その瞬間、自分は兄貴に捨てられたんだって確信しました。ずっと一緒に、ずっと二人で一緒に這い上がってきた仲間なのに、どうして。そしたらお前は自分が捨てられた理由を知りとうて森永の行方追っとんのか。ええ、そうです。でももうそれを知ることもできない。試合に勝てば教えてくれるってあの情報屋の男言ったはずなのに、リングの上で人を殺すような男は信用できないなんてひどいっす。森永の兄貴ももうひどいっす。兄弟を捨てるなんて俺には信じられない。くだらんな。今なんて。くだらん言うたんや。俺らの世界の兄弟の絆っちゅうんはガキの好き嫌いを言うとるんとちゃう。そんな、俺だってそんなことくらい分かってます。でも相沢言うたかお前。はい。まだ体動かす元気あるか。這い上がってこいや、相沢。俺に勝って森永の居場所を突き止めろや。森永に会うてそれでも気持ち収まらんかったら、そん時は思い切りぶん殴ったればええ。冴島さん、嘆くんもええ、悲しむんもええ、そやけどな、兄弟が間違うた道進んだ時、それを引き戻したるのも兄弟の務め。さあ来いや、相沢。はい。行くで、相沢。さあ、冴島かっこいいですね。やっぱり別に殴り合うことなくねえか。そんなことはねえか。やった方がいいのか。オッケー。お前の兄弟への気持ち、本物のようやな。
そやったら最後まで信じたれや森永のこと。大事なんは兄弟に捨てられたかどうかやない。要は自分がそいつを好きでいられるか、それだけ。冴島さん。最近の闘技場の戦いはつまらない対決ばかりだったからな。今日は数年ぶりに血が騒ぐような戦いを見せてもらったぜ。花屋、いいものを見せてもらった礼に、今日は特別にお前ら二人ともに森永の居場所を教えてやる。本当ですか？ああ、だが現実とは非常なものだ。お前にその現実を受け入れられるだけの勇気があればの話だがな。どういうことや？どうだ、お前は知りたいのか、相沢。はい。どんな現実が待っていようと、俺は兄貴の今を知りたいです。そうじゃないと俺、いつまで経っても一人で道を歩いていけない気がするから。わかった、話そう。森永の今の居場所、それは警視庁神室署地下2階の霊安室だ。ああ、ここまでか。はい、ここでやめておきましょう。そうか、森永亡くなってたか。次回は2章か。ではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。